わざとって言ってんのかな今。音出しますね。はい、了解です。あ、音入ったね。じゃあ、あー緊張するあー緊張する。チャットが、チャットポップアウトで出して、あ、はい、じゃあカウントダウン、3210でいきます。3210。はあ、緊張するはい、というわけでブレスオブザワイルドオールダンジョンズです。喋れんぞこれ。というわけで、今作ムービースキップあるんですけど、この最初のムービーは1分ぐらいスキップできません。やばいなこれやばいなこれ。まずこれどんなゲームって話からで、ゼルダのシリーズの最新作で、3月3日発売だったので、まだ半年経ってないぐらいですね。今作の特徴はオープンワールドってことで、マップがめっちゃ広いです。英語でもいいですよ本当な。喋る暇がなさそうで、今作の特徴ですけど、壁を自由に登ることができるのが大きな特徴で、オープンワールドなのもあって自由度が高くて、最初の始まりの大事さえ終えたら、もうあとはどこへでもお好きにどうぞって感じのゲームです。なので、 80% クリアするだけの、クリアするだけのルールなら、ラスボス直行して40分程度でクリアできたりします。まあ今回はオールダンジョンってことで2時間ほどです。で、メインダンジョンである神獣4つをクリアしに行きます。で、あとガノン倒して終了っていうルールですね。で今作ホコラって呼ばれるミニダンジョン的なものがなんと120もあるんですけど、今回当然これは含みません。まあ120ですかね。ホコラ全クリアの RTA はオールシュレンズって呼ばれるんですが、それは8時間ぐらいかかります。さすがに2時間で120は無理っすわっていう話で、そんなわけでルールの方にカッコ書きで4神獣って付けておきました。あれこれ見ての通りですが、しばらく半裸でいきます。服取ってる場合じゃないです。ストーリーをどうしようかな。RTA なんで、ネタバレは諦めろって言いたいところなんですけど、まあ一応すごく端折って説明すると、100年前に復活したガノンによりみんなボコボコにされまして、で瀕死のリンクはこの祠で100年眠りについてようやく目覚めたんですが、記憶喪失になるということで、本来ならここから要所で100年前の出来事をムービーで見るって形で記憶取り戻していくんですけど、 RTA なんでムービーはことごとくスキップします。ネタバレにも優しい。まあぶっちゃけネタバレとかあんま関係ないゲームなので、まだプレイしてない人はぜひ買ってくださいみんな買えよ。で、はい、これさっきからやってるんですけど、口笛ダッシュですね。めっちゃカチャカチャ音してると思うんですけど、これ。十字下を押しながら B を連打すると、スタミナが回復しながらダッシュができるってやつで。
まあ、めっちゃ便利なんですけど、めっちゃ操作しにくいっていうね。あの、左手の親指で十字を押すので、スティックは人差し指で操作しないといけません。これがなかなか厄介ですね。だいぶもう最近は慣れましたけど。シーカーストーンのマップに示された場所へ向かうのです。で、まあさっきも言いましたけど、このマイクかなりコントローラーの音拾っちゃうんで、あ、切らした。喋ってるとスタミナ切らしますね、やっぱ。え、他にも連打要素が多いので、すごいカチャカチャうるさいと思います。すいません。すまん。で、バージョンについてですけど、これ、スイッチ版じゃないです。Wii U 版です。意外と思うかもしれませんが、Wii U 版の方が、ロードが少し早いんですね。ただ、Wii U 版で問題になるのが、言語の方で、スイッチは、リージョンフリーで、言語自由に変えられるんですけど、Wii U はそうもいかずに。で、最速はドイツ語なんですけど、残念ながら日本語は、このオールナンジュンだとなんと32秒もそうです。まあ普通日本語の方が早いんじゃないと、早いんじゃないのって思うかもしれませんが、これはよくあるテキストの差ではなくて、ボイス、要するにゼルダの声優さんがどれだけ早く喋るかっていう差ですね。で、アップデートで、音声言語だけ切り替える機能が後から追加されたんですけど、これは字幕と音声のうち長い方に尺を合わせてしまうため、残念ながら RT には使えません。Wii U 版でドイツ語をプレイしようとすると、海外版の本体用意するか、ゴニョゴニョして、リージョンロック外すか、それに加えてソフトも別で用意しないといけないので結構大変です。まあ、本当に、ゼルダが早く喋るかどうかってだけなので、プレイ内容には一切関係しないので、あんま気にしないでください。32秒は、あの、世の中には、英語と日本語で20分変わるとかいう、なんか、ゲームあるんで、それと比べたらね。で、ここ、9割型の人が死んだ場所だと思うんですけど、はい、スタッとね。落下ダメージキャンセルって言って、武器を投げた直後に装備を切り替えすると落下ダメージキャンセルできます。ああ、緊張する。で、あ、パラセールおじさんですね。パラセールくれ。で、ところどころの選択肢下にした方が早くなったりします。ここでは3つ目の選択肢だけ下ですね。で、あの奥に見えてるのが神獣メドウなんですけど、あの、浮いてるやつですね。最初ラピュタ的な何かかと思ったもんですけど。で、ここ。シールドサーフじゃねえや。縦サーフィンですね。縦サーフィンは、まあ、普通に、速いっていうのもあるんですけど、あとで二段ジャンプとして、もう、結構使う。登らないで。で、あと、ここで、ちょっと今回、DLC 要素を少し使います。DLC ありですね。これです。まあ、おまけの宝箱なんですけど。まあ、ぶっちゃけほとんど変わらないんです。DLC 使っても ほとんど変わらないんですけど、これ使うと、まあ、事故率が下がるので採用してます。だいたいタイムにして5秒変わるとか、そんな感じですね。さっきの宝箱は実は置いてあるだけでも邪魔になるんで、そうなるとわざわざ DLC アインストールするのもめんどくさいってことで、もう使ってしまおうっていう感じですね。それも理由の一つです。
で、そう、アミーボなんですけど、ちょっと待って。アミーボは後で説明しようかな。まあ、一応言っとくと、アミーボはなしです。で、最初に取るのが、このマグネキャッチ。まあ、鉄のものを自由に動かせるやつですね。で、ここちょっと最近変わったんですけど、接近して使うと、下をくぐれると。ちょっと、グダったけど。で、さっき言った、二段ジャンプです。あ、痛い。はい、この通り。縦サーフィンを使うと、二段ジャンプのように使えます。こんな感じですね。DLC あるとロード遅くなる、あるかもしれない。なので、ひょっとしたら DLC 使わない方が早いとかいうのもあるかもしれませんね。で、アミーボの話ですけど、今回自分が走ってるのはアミーボなしのルールです。そもそもアミーボってなんじゃいって話ですけど、これは、任天堂で公式で出してるフィギュアですね。このゲームでは、アミーボをパッドにかざしたりすると、ゲーム内でアイテムが出てきたりするんですけど、このアミ、違うわ。オールダンジョンは、アミーボありだと多分3分近く早くなります。ただし、アミーボありルートを極める場合は、なんと、アミーボ合計15個ぐらい用意しないといけません。というのも、同じアミーボは1日1回の制限があって、この制限を回避するために、同じアミーボを複数用意する必要があるってわけです。で、このオールダンジョンの場合、馬を呼び出すスマブラトワプリリンクアミーボを3か4、鉄の箱を出すガーディアンアミーボ10近く、あと食料調達に、ボコブリンのアミーボを使ったりもするのかなというわけで、まあ、さすがに勘弁してくれって感じですね。しかも、よりによって、一番必要なガーディアンアミーボだけ、なんか、定価高いっていうね、2700円。Wii U 買えちゃうっていう。というわけで、まあ、そんなわけでアミーボはなしです。幸いにも、このオールダンジョンは多分、アミーボなしのが面白いです。まあ、あとでアミーボなしならではの面白いルートを通るので、まあ、楽しみにしてくださいと。あ、めっちゃ口乾くんだけど。というわけで次、アイスメーカーの祠行きます。キノコ買ってきます。このキノコは単に回復用ですね。日本語難しい。ほんと。で、ここ縦サーフィンで、適度にジャンプすると、まあ段差飛び越えたりして、ちょっと速くなるんですけど、結構この縦サーフィンが、どうすれば最適なのかが、なかなか難しいところですね。で、ここも、ほいっと。こんな感じで。で、まあ、こんな全裸で雪山来てますけど、まあ、服着ても寒さの耐性はつかないんで、防寒着とか特殊なやつじゃないとつかないんで、まあ、服なくても何の問題もないです。はい、というわけで上がっていきます。口じゃねえや。指しゃぶりながら上がってきます。はい。人間じゃねえって、まあ、勇者だから、まあ、いいでしょう。無課金は半裸なの。課金ありでも半裸です。ただ、途中までですね。Any%だと、最後まで、エンディングまで半裸ですけど。今回、オールダンジョンなので、ちょっと服取る必要があります。やばいな。ちょっと払いたいっていう。緊張しすぎて払いたいってやつですね。
だってアイスメーカー、氷出す、氷の柱出す、出すやつですけど、ここちょっと小技、難しい小技があるんで、決めたいところですけど、苦手なんですよね、これ。さあ、1、行くか。行った、よし。あんな感じで、氷と縦サーフィンをうまく組み合わせると大ジャンプできます。8秒ぐらい速くなるんだったかな。ああ、ほらいた。というわけで次はビタロック。多分ビタロックのことはたびたび英語で言っちゃうと思います。英語だとこのビタロックがステイシスって言って、マグネキャッチがマグネシスで、アイスメーカーがクライオニスで、ビタロックがステイシスと、なんか英語だと統一感あるんですけど、まあ、またもし名前間違えて言ってたら、あ、こいつ間違えてるわって思っておいてください。だけどここら辺も適当に縦サーフィン、あ、縦サーフィンなんですけど、雪と砂の上だと耐久消費しません。で、ここも落下ダメージキャンセルでうまいこといきます。あ、やばい。払いて払いて。はい、というわけで、ジンリーですね。ビタロックですけど、これ、時間を、物体の時間を止めるっていうやつなんですけど、これが、まあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルド RT の象徴みたいな、ジンリーです。で、ここでゲームパッドに変えます。このゲーム、ゲームパッドとコントローラー、好きな時に自由に変えられて、で、ビタロックじゃない。ゲームパッドでしか、ジャイロが使えないので、ジャイロが欲しいところでゲームパッドにたびたび切り替えます。普段はコントローラーの方が好きなんでそっち使ってるんですけど、ここがちょっとね、決まりました。よし、今のエイムがちょっとコントローラーだとやりにくいので、で、ここ落ちるなよ、落ちるなよ。 OK、 よしという感じで、最後はビタロック使わなくても縦サーフィンでショートカットできます。そう、重いのと、あとさっき言った口笛ダッシュがちょっとゲームパッドだとやりにくいっていうのがあるので、普段はコントローラー使ってます。で、ここだな、ちょっと、あー怖いなこれ。ちょっと次面白いんですけど、ここ面白いんですけど結構難しいので、まあ行きましょう。まずここちょっと前とルートが変わっててね、これを飛ばしまして乗ります。いいですね。神ゲーですね。で、今ピタッて止まったのが、ロードがあまりに速いとロードが入るので、ああいうのを置きます。で、もう一発、これが頼むぞ。やっちゃった。
やっちゃった。やると思った。ちょっと待ちます。待たないと、ミタロップ使えないんで。ただこれちょっとやだなぁ。やりたくなかったミス、ナンバー2ぐらいのをやってしまいましたね。これ今ので耐久消費したんで、いけるのかなぁ。ちょっと耐久の計算までしてなかったんで。あとで、斧壊れるとまずいですね。というわけで、この爆弾を後にするルートが最近、発見されたというか、早いことが分かって、だいたい15秒ぐらい、前のルートよりも速くなります。というわけで、まあ、あんな感じのゲームです。こんな感じのゲームです。あ、そう、そもそもビタロックの解説してないんですけど、止めたものを殴って、そして最後に、方向は最後のやつに依存するので、最後に、弓矢で方向を整えてやるって感じですね。で、ここちょっとネタ技を使おうかと思ってるんですけど、普段はあんま見られないネタ技を。こっち行きます。ネタなんで速くないんですけど、飛んで、ここで待ってると、いや、ミスってる。ネタ技でタイムロスしてる。これはひどい。頼むよ。ちょっと待ってよ。なんで練習で一回もミスらんかったの。ダメだこりゃ。次ミスったらやめます。ダメだー。本番はありますね、これ。なんで練習の時ミスってなかったんだろう、逆に。うまくいくと、あの上に乗れます。ひっで。まあ、本当はネタ技じゃないんですけど、本当に最速でいくと、あと一周速いのに乗れて3秒ぐらい速くなるんですけど、それに乗るのは無理ゲーですね。ちょっとこれダメじゃん。これはダメじゃん。本当にミスったことなかったんだけどな。あの砲台の根元で注目してると反対側に飛ぶっていうバグみたいなものだったんですけど。悲しい。もうちょっとちゃんと位置確認しときゃよかったな。というわけで、パラセールおじさんの、そこでパラセールくれよって感じですけど、話が終わりまして、パラセールもらいに行きます。怒らないでも時間経過してますね。ただ、今回は時間はあんま関係ないかな。むしろ、時間経過してた方がありがたいかもしれない。というわけで、あそこ行きます。あの、月の神殿の上に。ちょっとまずいかも。届くこれ。ちょっと低かったかも。あ、いいですね。オッケーです。はい、こういうゲームです。ここのロードが結構長い。腹痛い。なんか1分ぐらいロスってるんだが
これは全然予想してなかったな。木に矢を打ってるのは、方向が最後の一発で決まるので、パワーを貯めといて最後の一発で方向を変えるってことをしてます。で、はい、ここ突っ込みます。ちょっと、ややこしいバグがありまして、ちょっと、二段ジャンプ使ってましたけど、縦サーフィン使ってすぐに縦を外すと、なんかちょっとリンクがバグった状態になりまして、それを解除するために、今、わざと突っ込みました。で、運ゲーです。運ゲーです。馬取りに行きます。馬ガチャです。始まりの大地のすぐそばにも馬いるんですけど、そこではスピード3しか出ないので、スピード4の馬を取りに行きます。ただし、運ゲーです。はい。これが2つ目。ビタロックで吹っ飛んで高速移動します。まあ完成移動っていうか、あ、ルビー食べようとしてる。吹っ飛んだ勢いを利用して、そのままパラセールで飛んでいくことができます。これで、ちょっと頼むぞ、頼むぞ、頼むぞ。さあ、どっちだ？当たり、当たりしました。これ、スタミナじゃないや、ダッシュの数が3だと、スピード4です。なのでこれ、40秒ぐらい短縮になります。ただ、だいたい取れる確率が、半々、あ、ミスった。半々ですね。で、ちょっとここ、絶対回数間に合わないと思ってたところなんですけど、無限馬ダッシュといって、ちょっと操作がややこしいんですけど、GL と GR をと A を押しながらタイミングよく X を押すと馬に乗り直してダッシュが回復します。ただこれが結構厄介でタイミング測らないといけないので喋りにくいんですよね。これタイミングは馬が下に来たとき、まあ、馬の足音がしたとき押すと成功しやすいです。ただこの技だいたい1回やって 0.6 秒短縮とかそんなぐらいなので正直失敗するぐらいならやらない方がいいっていうレベルの小技ですね。あ、そっち行かないで。さてガーディアンが来てないかな。左のやつ、左のやつが来るとちょっと嫌なんですけど来てないっぽいね。よし、でここ祠を起動出してして退散します。ただ単に起動してワープ用ですね。起動するだけでワープができるようになるので、後でハイラル城、まあ、ハイラル城がラスダンなんですけど、お前何してんの、何してんの、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くのどこ行くの。よいしょ、あっぶね。あ、ごめん。キツネが犠牲になりました。やっけ、ここからしばらく馬でひたすら走ります。まあ、あんま喋れないし喋ることもないし、どうしようかな。さっきの馬ですけど、馬一応いろいろルールがありまして、先頭の馬はステータスが固定で、 あそこの場所の場合は先頭の馬は逆にスピード3で微妙なので先頭の馬は避けます。で、あとブチ模様のついてるやつはスピード2なのでこれも避ける。で、残ったやつから選んで、あとは祈るだけっていう。50% の確率で40秒ぐらい短縮できます。ただ、全部外れの場合もあるんで、50% よりも低いかもね。払いたいな。これしか言ってないな。
他に有望な群れはないのって話ですけど、あそこが一番近いですね。そのさっき言った始まりの大地すぐそばのはスピード3しか出ないので、スピード4が出る可能性がある場所で一番近いのがさっきの場所ですね。色は関係ないですね。まあ単色は内模様のはダメなんですけど、他の色、青とか茶色とか黒とかそこら辺は関係ないですね。でここで、はい、この親切なおじさんから500ルピーもらいます。持ち逃げしないでね。持ち逃げするなよ絶対だぞ。というわけで持ち逃げします。で、ちょっとここ、まあ回復アイテムちょっともらいまして、で、こんなところに、こんないいところに火が、こいつ使って飛んできます。OK。というわけで、こんな感じです。こんな感じのゲームです。で、ここさっ、これさっきじゃねえや、昔はここで宝石ガチャしてたんですけど、さっき DLC の宝箱でルビーを取ったので、これスキップします。まあ、ダイヤモンドが出る可能性があるので、取るのもありなんですけど、毎回同じルビーだった方がいろいろとやり、都合がいいので、もういつもスキップするようにしてます。で、登りまして、もう嫌いなんだよね。頼むぞ。ちょっと危なかったな。かすり。こんな感じで一気に飛んでいきます。ここ多分一番距離の長い。なんて言えばいいのかな。ビタロックブーストでも言いましょうか。一番長距離飛行かな。まあ、ちょっと違う飛行方法は後でするんですけど、それは除いて一番飛ぶやつですかね。で、ここで魚がいるんですけど、大体ロード待ちになるんで、待ちます。出待ちします。来ました。ロードが基本追いつかないんですね、このゲーム。まあ、こっちが早く移動してるのが悪いんですけど。ちょっと早かったかな。あ、やばい。やばい。ミスったな。そうだった。さっき使ったから。ちょっと待って。届く？はい、こんな感じで上飛んで、あそこ乗りたい、あそこ乗りたい、よし、オッケー。ちょっとやっぱりさっき斧を消費したところのツケが回ってきましたね。大丈夫かなこれ。というわけでここちょっと、はい、早く喋ってくださいって。またボイスが入ります。このボイスはかがりこ村行かずにこっち来た場合に頻繁な説明聞いてないので、ゼルダが代わりに神獣の説明をしてくれるっていう話ですね。してくれなくていいんですけどね。解放しなければなりません。リンク。で、この下の袋のおっさんに話しかけるんですけど、この上の足場から話しかけることができます。これ完全に RTA 専用の足場ですね。話しかけるとちゃんと正面移動してくれるんで。
さて、ここで記憶を思い出し、記憶を取り戻しますが、まあ、さっき言ったように、スキップします。雨降ったり赤い月出たら、赤い月は、そうですけど、雨はあんまりないかな。はい。思い出した。赤い月めったに出ないんですけど、まあ、出たことあるんで、もう、なんとも言えませんね。で、ちょっと買い物します。さっきのルビー売って、あとこの、ポカポカだけを3つ。寒さ対策の料理を作るために、ポカポカだけを3つ買いました。あ、で、ここ買えないと。というわけで、ちょっと話の説明が、ストーリーの説明あたりができないんですけど、まあ、テバのいるところへ、これで飛んできます。ジャンプして。死なないよね、これ。で、ちょっと料理します。さっき取ったマックスサーモン。このマックス料理がすごく便利で、HP 完全回復と、HP 最大値を上げてくれます。で、あと、このポカポカだけ3つを料理して、寒さ耐性レベル2を、の料理を作ります。これで、半裸でも、大丈夫です。半裸でも料理食えば大丈夫。丸太で飛ぶときに武器投げようとしてるのは単純に角度調整ですね。武器投げたり、あと弓構えたり、そういうことしないと、右スティックでのカメラ視点、カメラじゃないな、リンクの方向調整ができないので、武器構えてます。で、これ、はい、3分で的を5つ、ですけど、ちょっと吸った。はい、5秒ぐらいで終わります。さすがに3分は長すぎでは？で、このハヤブサの弓便利なのでもらっときます。というわけで最初に行く神獣は、まあ見ての通りメドウですね。まあメドウに行く理由は、まあいろいろあるんですけど。メドウは一番最初に行くといろいろ便利なことがあるんで、ここからですね。で、神獣入る前に、だいたいこういう感じのミニイベントがあります。で、ここは、砲台4つを爆弾矢使って破壊するんですけど、それぞれ、2ヒット必要になります。まあ、2本ですね。だから、8発必要になるんですけど、うまくいきたい。最初の一つはまあ、手番は何もしないですね、これ。手番何の役にも立たないっていう。まあ最初の一つはこれでいいんですけど、問題は残りの3つ。残りの3つを最速でどう破壊するかというと、まあ真ん中からやります。これが結構辛い。結構難しいです。震える。オッケー。決まりました。これ決めると爽快ですね。まあ、弓矢はまっすぐ飛ばないので、何かしら目印つけてやらないと、まあ、今のようにうまくいかないですけど。結構あれ判定はでかいので、それ目印がリンクの持ってる
矢立てなんかを目印にしてやってるんですけど、そう、爆弾が減る、ミスると爆弾が減るのでね、結構ミスりたくはないんですけど、爆弾ね、爆弾は20本もくれたんですけど、後でボス戦で使うので。で、これ神獣、そう、そもそも神獣って何やねんって話なんですけど、これ神獣丸ごと一つがダンジョンなんですね。それなら、で、普通は神獣最初にマップを取るんですけど、ここメドウだけはマップ取らなくてもいけます。神獣操作なしでもクリアができます。で、ここであれが、ま、あそこまでいけるかなとか言われるんですけど、まあガン無視します。あ、これスタミナ切らすかも。切れてない、よし。あっ、ね、で、ダンジョンの目的っていうかクリア方法は、ちょっとエイムが合わない。クリア方法はこの制御装置を5つ起動して、で、あとはボス戦ですね。かなり今回のボスじゃないや、ダンジョンはあっさりしてます。多分あっさりすぎてびっくりするかと思うぐらいなんですけど、ここは外から入ります。これ初見でやったって人が結構いてびっくりしたんですけど、普通はガラス越しにいろいろ操作するんですけど、外側から実は入れるっていう。これで仕掛け全部無視できます。で、あと一つじゃないけど、この下にもあるのでこれ取って、残りの制御で、ここ戻る方法がないので落ちます。普通は神獣操作使うので戻れるんですけど、今回ないのでこうやって落ちるしか方法がないです。戻る方法がないです。次反対側行きまして、ここ引っかかると落ちるんで気をつけないといけないんですけど、これをエイムが、このエイム嫌い。あれ先に倒しとかないと死にますね。毒沼のダメージとかがかなり早いので、この HP だと瞬殺されますね。一応毒沼の右側通ることできたりするんですけど、この先壊しといて。あ、ちなみにこの音楽、実は制御装置起動することに地味に変わってくるんですね。で、ここですけどビタロックで無理やり、これで神獣操作なしでも扉開きます。だって制御装置5つ、これで終わりです。やるね、マップをよ、デモン。だってあとはボス戦、風のカースガーモンですけど、まあなんか世間一般では最弱と言われるやつですけど、 RTA ではちょっと厄介なやつですね。たまに変な動きするんで。あと武器もこっち。よいしょ。弓矢だけで何とかするんで。このスローモーションを利用してヘッドショット3連発。3連発しないとこいつ亀裂しないので、それがなかなか厄介なんですね。で、ここの小技が決めたい。これ、普通は2段階開幕でワープで逃げられるんですけど、接近してた場合だけは降臨してくるので、で、しかもこのムービー入ってスタミナが回復してくれるので、これで開幕を落とせます。で、あとはこれで終わり。終わらない。なんか終わらなかった。ヘッドショット一発ミスったから、ちょっと計算ミスですね。というわけで、はい、終わりです。
まあそこそこ綺麗にいきましたね。というわけで今作弓がめっちゃ強いです。まあさっきから使ってる空中射撃、正式名称はないんですけど、空中で弓を使うと、まあなんか設定上は集中することで時間がゆっくり流れるっていうやつなんですけど実際は弓矢のスピードは落ちてないので、実質周りの時間止めてるようなもんですね。なので相手が逃げをワープしようとする直前に使ってそのままとどめを刺すみたいな、そういう使い方ができます。 OK 笑いたいで、これ英傑リーバルのタテリと読んだ、違う、タテリと書いてトルネードと読む、中二病かな。まあダンジョンクリアするとこういう英傑の技がもらえるんですけど、これは上昇気流発生させるっていう、これがすごく便利で、でこの武器ですねこの武器が問題児です、このゲームのもん、この RTA の問題児今もらったのが大足の弓、威力が 28×3 ということで、まあ3連弓とか2連弓とかそういうのがあるんですけど、このゲーム矢1本消費でなぜか3発出ます、不思議で28×3 なので、さっき持ってた弓が威力20なの、20に対して84なので、まあ相当なバランスブレイカーですね。どれだけ強いかっていうと、この後のボス大抵これで始末します、マジヤバいですで、ちょっとここ DLC のミニチャレンジ出てますけど、まあ気にせずで、ちょっとここチキンセーブします。はい、このように次はゲルド向かいますで、DLC が活躍するのがここですね。あの DLC の宝箱の中身は、まあ、おまけで、この宝箱で飛びたいがために、一応もう一つ宝箱あるんですけど、そっちの宝箱がちっちゃくて、めっちゃ飛んだブーストしにくいので、この宝箱使うと楽になるっていう話ですね。これで事故率が下がりますあ、払いたい払いたいんだが、でこのやらしい木です。跳ねるなよ、よし、これちょっとね地味な調節して、これがたまになぜか失敗するんですけど、同じようにやるんですけど、頼むぞ。OK はい、ちょっとあんまスピード出てないですね。その今の木がへにょってるせいで、なんか変な当たり方するのか、よくミスるんですね。よくミスるっていうか、たまにミスるんだけど、ミスる原因がわからないっていう、そういうやらしいやつです。で、ここに、なんか盾置いてあるんで、もらっときます。で、さっき作ったマックス料理、ここで使っときます。厚さダメージが入るので。で、ここで野生の砂ざらし君に運んでもらいます。ここら辺の移動は特に話すことないななんかあったかな、話すこといろいろ考えてたはずなんだけど、やっぱなかなか思う通りにはいかないね
100% RTA の話しましょうか。このゲームの 100% RTA、世界記録33時間です。意味が分かりませんね。まあこのゲームサブイベントっつうか、まあ原因は900もいるコログのせいなんですけど。900? 桁間違えてるのではって感じなぐらいですけど、最初900って聞いた時はもうちょっとうまい嘘つけようとか思ったぐらいなんですけど、まあ900もコログがいるせいでめっちゃくちゃ時間かかります。で最初にここなんか遅そうですけど、縦サーフィン使った方が実はさっきの砂ざらしで帰るよりも早いです。あとさっきのおっさんの話聞かない限りゲルドの服売ってくれる NPC じゃねえやキャラクターが出てきてくれません。結構イベントを丸ごとスキップするようなのはあんまりないですね、このゲーム。結構順番通りに行かないとキャラが出現しないとかそういうのが結構あります。はぁ、あ、腹痛い。で、100%RTA の話に戻りますけど、最初に行われたのが45時間だったかな。その記録の時は、あまりにも眠かったせいで、最後、なんか5時間ぐらい寝ちゃったらしいんですけど。過酷すぎるって。じゃあその33時間の方は多分一睡もしてないのかな。大変ですね。というわけで、はい、助走します。ここで半裸じゃなくなります、残念。で、まあワープで戻ります。この服がないとゲルドの町に入れないので、まあ、必須アイテムですね。まあ、世の中にはなんかバデンカイトス 100% RTA っていう300時間ぐらいかかるやつあるんですけど、まあそっちは放置してもいいやつなんですね。まあ世の中にはちょっと待って、これ使わないと忘れてた。走者が実は3人かな、 100% RTA やった人意外といるじゃんっていう感じですけど、ただ33時間達成した後はもう1ヶ月更新されてないのかな。そう、動物の森 100% もなかなかすごいやつで、なんか70時間ぐらいやってた人見たことありますね。意味がわからないですね。そう、ちょっと話題になってましたけど、バデンカイトス 100% は放置時間がかなり多いので、ツイッチで配信放置してたら、あのツイッチに放置にバンされたっていうなんか新事件がありましたけど。だってここら辺話長いんですけど、言ってる間に話終わっちゃったんですけど、ここら辺も話聞かないと、わざわざこの隊長に話聞かないと、この話を終えないとイーガナンのアジトが飽きません、なぜか。これに話しかける前にイーガナンアジト行くと、なんか門閉まってます。赤い砂ざらし借ります。赤いやつはさっきの黄色いのよりも速度が速くて、まあこれ使わない手がないですね。
で、これから、そもそもさっきのストーリーですけど、ナボリスに行くためには、奪われた雷鳴の兜が結局必要ってことで、奪われた雷鳴の兜を探してきてほしいっていう、まあ、依頼ですね。で、まあ、そのために、イーガダンのアジトに行きます。そうですね、バデンカイトス2週間か、1週間じゃなかったな。そう、リーバルトルネードですけど、基本的に一番リーバルトルネードが役に立つのはダンジョン内、神獣内部でもトルネード使えるの で神獣内部は壁登れないので、まあ、それに合わせて使っていく感じですね。ここの場合は、今もうすぐに使うんですけど、ここで使い切ることで、まあ、神獣に間に合う、神獣までに回復してくれるっていうタイミングになります。登って、たまにこういうのあるんだよね。あ、そう、リーバルトルネードの回復ですけど、使い切らない限り回復してくれないんですね。だからまあできれば3つ一気に使った方が効率がいいって感じかな。ここ結構あいつらエイムやばいんで食らいたくないんですけど、2連指もらっときます。あとでちょっと使います。で、はい、まあゼルダシリーズ恒例みたいなザル警備パートです。はい、ここね、ここ注目です。ちょっと剣もらいまして、はい、ちょっと通りますよ。バレへんバレへん、大丈夫大丈夫。というわけで、あんな感じでこいつら上方向への視界めっちゃ狭いです。余裕です。で、はい、バナナです。RTA in Japan といえばバナナですけど、このバナナが実はめちゃくちゃありがたいアイテムで、あ、ちょちょちょ、ここの移動がなかなかね難しいんですけど、届いて届いて、よし。さっきの剣バナナですけど、これ料理すると効率力アップの効果があります。まあかなり有能ですね。間違えた。で、ここの門番もちょっと取りますよって感じで大丈夫です。で、中ボス、甲賀です。甲賀様ですね。今のバナナ、すごいありがたく、本当にありがたくて、any パーセントだと、あのバナナが1本足りないがゆえに、15% の運ゲーを強いられるという、ハイラル城に1本待ってくれって感じなんですけど、それをなんと、18本ぐらいあるのかな、あれ。この18本あれば残りのボスに全部効率がアップの料理が使えるので、めちゃくちゃありがたいです。で、あ、こいつまあ任天堂にありがちなギャグキャラですけど、ある意味最強ですね。何せこれムービースキップできないっていう。こいつダメージ計算がめっちゃ複雑で、
まああんま氷にする必要ないですそれ必要最低限だけ氷を与えてあとは無視します。もっと剣で殴りまくってもいいんですけど、殴るとヒットストップが出るのでできるだけ殴らないようにした方がお得なんですね。一応ダメージ計算としてはこっちの氷全部10分の1にするっていう すごい能力持ってるんですけどただ実際必要なダメージは20とか19とかで、背中でもやっておきます。でこれもターン数が実は固定でどれだけダメージを与えてもターン数は減らせないので、まあそういう意味でも RTA 泣かせではありますね。これも、まあ、特に説明するまでもなく当てるだけです。終わりです。でこっちもやっぱりムービーがスキップできないと開始も終わりもムービーがスキップできません、こいつは。実際多分こいつこの RT で一番生存時間長いんじゃないかな。というわけで、雷鳴の兜をこれで入手です。腹痛い。腹が痛い。というわけで、ちょっとナボリスの前にさっきのバナナの料理とか、あと電気の矢を買ったりします。でここちょっと ロードの問題で先に料理しに行きます。距離的には先に矢を買った方が良さげなんですけど、先に矢を買いに行くとロード待ちになるので先に、はい、バナナだけで料理します。4個5個ですね。4個あればレベル3、効率力アップレベル3になります。で最後5個なのはちょっと効果時間も欲しいからということで、これ3つ作ります。で電気の矢30本全部、電気の矢は後で20本ゾーラ方面で必要になるので、ここで買っておくとかなりの短縮になります。まあここで買わない手はないって感じですけど。やば、壁が六六組みたいになってる。料理の仕組みですけど、ちょっと説明できないかな。一応効率力アップ料理は。ポイント、7ポイント以上でレベル3になるんですけど、バナナは2ポイントなので、まあ4つ使わないとレベル3にならないって感じですね。レベル3の効率力アップは 1.5 倍になります。まあ、使わない手はないですね。
痛をこらえてる声、腹痛こらえてるのと、あと喉乾いたっていう、喉つか口が乾いてめっちゃ喋りにくい。だって今からナボリス行きます。実はここも、まあ、砂ざらし使いましたけど、実は縦サーフィンで言ってもほとんど変わらなくて、まあ、ルピー余ってるんだったら、ルピー余ってないんだったら縦サーフィン使った方が早いんですけど、あ、いいんですけど、まあ、今回のルートはルピーの乱数全くないルートなので、まあ、これを使うの前提のルートになってます。爆弾や20本20本もくれるなんて。爆弾やはシリーズ通しても、シリーズ通してっつってもトアプリとこれぐらいしかないのか。まあめちゃくちゃ有能なアイテムですね。でナボリス入るイベントですけど、まあ、さっきのメドウと同じ感じで足4本それぞれ2ヒット必要なんですけど、さっき2連弓を取ったので2連弓を使えばそれぞれ1発ずつで OK です。なのでめちゃくちゃ簡単に終わっちゃうんですけど、これよし、接近するぞ。というわけで、まあ無視して突っ走ります。最初まあ別にあんまどうでもいいんですけど、一応毎回同じ移動したいので常に最初はまっすぐ行くようにしてます。たまにルージュが柱引っかかったりするんでパターン化してます。ちょっと気分的には右前に行きたくなるところですけど、実際ナボリスこっち側に歩いてくるのでこれくらいでちょうどいいですね。でこのムービー入ったら一旦止まります。これでちょうどいい感じになります。でダッシュで一発防いだらあとはやるだけです。ちょっと一発ミスりましたが、こんな感じです。まあ、あっさりですね。2番目の神獣ですけど、ナボリス。多分初見プレイだとここが一番苦戦するんじゃないかなって感じかな。自分も初見プレイ、ここ苦戦して、結局、トルネードで不正しましたね。あと、ボスも強い強い言われる場所ですけど。この RT では、まあ、あっさりいきます。この上のコブのところに行く方法がなかなか難しくて、あれが、ま、ということでここは指示通りマップ先に最初に取ります。
まあ、さっきも言いましたけど、メドだけはマップなしでいけるんですけど、他は残念ながら、マップが必須になります。マップを取ると神獣操作っていうのができるようになるんですけど、神獣の体の一部を動かして、まあ、それで仕掛けを解いていくっていう感じですね。で、実はここの、このナボリスは、マップスキップがかなり近いんですけど、一つだけどうしても神獣操作が必要なのがあって。RTA 的にはなかなか惜しいって感じなんですけどね。よし、マップをよくナボリスを取れも3つ動かしてここら辺の説明はもう見てるとしか言いようがないな。で、ここ入ります。で、まあその神獣操作が必要っていうのがこの1つ、これ以外は神獣操作なしでいきます。こいつだけがね、このニックキー制御装置が残りの制御。で、この厄介なことにこれ1回入ると出るまで待つしかないです。遊ぶしかないです。で、これでリーバルトレネード帰ってきましたね。だいたいここで待ってる間にリーバルトレネード回復してくれます。で、ここからリーバルトレネードで一気にショートカットします。ここで2分落としたらワールドレコードがあるらしい。ここでちょっと安全策使います。で、ここ問題の、まあ、結構これ有名ですけど、これ上ガラ空きなのでリーバルトルネードでスキップできます。まあ、こんな感じでリーバルトルネードはかなり神獣攻略に役に立ちますね。残りの制御、なんかあいつジャンプしなかった、ないかな。ここら辺でクオリティアップの料理使っときます。忘れるといけないので。で、ここの仕掛けですけど、時計回り、半時計回り、普通は両方とも動かさなきゃいけないんですけど、もう片方スキップします。普通は、中央から導線伝って電気持ってくるんですけど、ここ無理やり登って、あそこに電気の絵を当てると、起動できます。これが2連弓でしかうまく起動できなくて、まあ、これはこれのために取ったってのもありますね。残りの制御、なんで電気矢ってことなんですけど、電気の矢よりも普通の木の矢の方が重要です。あとで食材に火つけたりするのに使うので、普通は普通の木の矢の方が貴重っていう。で、はい、これで、あ、ちょはい、早速ボス戦です。で、こいつですけど、まあ大足の弓があるのであっさりしますよ。盾壊して弓矢を当てまくるだけです。あ、ちょっとはい、これで一旦目終わりです。まあこれは大足の弓が強すぎるのが悪いかな。リーバルが全部悪いですね。ちょっとここに苦手ポイントなんですけど、落ちてくる鉄柱をマグネキャッチで当てるんですけど、なんかね、変なとこ飛んでくるんですね、こいつ。さあ、はい、終わりです。まあ楽勝ですね。カースガノンの HP ですけど、1回
真珠攻略するごとに800から400ずつ上がってくるのかな。最初が800で、ここは1200だと思います。というわけで、まあ今作、本当に弓が強いので、この大足の弓で、こんな感じで、空中射撃でボッコボコにします。世界記録より早いんだな。あんだけミスしたのに。世界記録2分ロスってるから。クソ記録じゃんって。ただここからが、さあ見せ場です。あー怖いな。ここ、見せ場と最難関になります。正直ミスるの前提でタイム組んでる、予定タイム組んでるのあるので。まあまあ。ミスってもいいやぐらいの気持ちでいった方がいいですね。ただ、世界記録ここからほぼ完璧なんでね。ほぼではないか。ただ、きついと思うけどな。まあ、頑張りましょう。ということで、ラストダンジョンであるハイラル城に向かいます。おっと、ルートミスか？ルートミスか？唐突のハーフダンジョン RT か？ここが多分、そのさっき最初にも言った、ノアミーボならではの面白いルートでして。さて、はぁ、多分ミスる。どうせミスる。まあ、何するかっていうと、ここにトロッコあります。このトロッコを反対側に運びます。まあ、なぜかっていうのは後でいいとして。それをどう反対側まで運ぶかなんですけど、まあ、地上を運ぶのでもいいんですけど、それだと時間かかるので、空から行きましょう。あ、間違えた。空から運びます。あと5ダイヤモンドあるので。ダイヤモンドはウルトラ、500ルピーなので。ルピーカスケですね。さあ、ああどうせミスる、どうせミスる。この木箱を慎重に運びます。これ勢いよく当てると壊れちゃう。よいしょ。もう何やってるんだって感じですね。え、何が始まるんです？調整して木箱を入れます。ピタゴラスイッチ。よし。行くぞー。行くぞー。準備はいいか。飛びます。ちょっと集中します。集中します。トルネードいつでも OK だ。いいんじゃない？これめっちゃバランスがグラグラするので、うまく左右に動いてバランス、あ、おっとロールド入ったぞ。バランス取らないといけません。よし、いいんじゃない。完璧ですね。完璧ではないですけど。OK。勝ちました。勝ちました。よし、いいぞ。まだ終わってないんでね。
くる、ってくる、隠れる、隠れる、はい。で、ここで、まあなんで反対側にしたかっていうと、トロッコ2つ目、トロッコ2つ目、まあ、トロッコ人類なんで。で、このトロッコ2つを合体させます。よいしょ。というわけで、はい、また飛びます、さよなら。もうちょっと待ってかも。で、出発。はい。というわけで、こういう感じです。こういうゲームです。これがブレス・オブ・ザ・ワイルドだ。というわけで、何したかっていうか、どうしてこういうことができるかっていう話なんですけど、まあ、普通にトロッコ1台でこれやろうとしてもできません。というのも、自分が乗ってるやつには、マグネジャッジ使えないという仕様になってるので、まあ1台だと無理なんですけど、じゃあ、もう1台用意すればいいよねっていう話で。トロッコの上に木箱を乗せたり、このようにトロッコの上に、さらにトロッコを重ねたりすることで、飛ぶことができます。まあ普通に、そうですね。なんか、鉄の箱の上に鉄の箱なんかやっちゃうと、まあ、一瞬でバランス崩れちゃうので、普通は無理なんですけど、トロッコはうまいこと引っかかってくれるので、こんな感じで飛ぶことができます。これ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの中で最強の移動方法ですね。さて、これ山越えがちょっと。これで一気にゴロンシティまで向かいます。これ、ゆっくりに見えるかもしれないですけど、まあ、空飛んでるので、実際はめちゃくちゃ速いです。で、ちょっとこれ、食っとこうかな。で、こっから炎のダメージが入るんですけど、これを無視していきます。ご利用します。ここでこれ使って、これ最、HP 全開と最大値アップなので、これでご利用します。ロードが長い。ここでムービー入ります。そんな場合じゃねえよって話なんですけど、このムービー実はありがたくて、このムービー入ると炎が一度消えるので、これで、はい。ちょっとここ、X 連打しないといけないんですけど。トロッコどこ？さよなら。というわけで到着でーす。で、ここ面白いのが、この店員、炎ついたまま話しかけると特殊なアクションします。これ面白いですね。さすが任天堂って感じですね。で、これで、鎧じゃないね。ズボン買ったので、これで炎のダメージです。もう大丈夫です。で、ここに火消しとかにいるので、拾っときます。あー、うまくいったな。よかったよかった。ちなみに、この、さっきのフライングマシーンって言いますけど、これ、公式想定済みらしいですね。なんかインタビューで言ってましたけど。さすが任天堂って感じですね。で、まあ、ズボン買ったんですけど、これから、さらに、耐火耐性でいいのかな、炎耐性、2段階が必要なところがあるんで、一つだけでは足りないので、これと、あともう一つ、燃えず薬を使います。二つ合わせて、レベルにするって感じですね。
で、今何してるかっていうと、ユンボーを助けに行きます。まあなんか帰ってこねえから探してきてくれって話ですね。で、ここもあ、ちょっとリーバルトレーナーを3回使っときます。まあこれほとんど短縮にならないんですけど、まあ使わないよりはマシってことで。違う。こういう場だと集中しにくいので、スタミナが切れてしまいますね。はい、というわけで、ユンボーですけど、RTA プレイヤーからすると、ちょっと、嫌われ者ですけど、なんか天気予報始まりそうな名前ですけど。というわけで、ゴロンシティに戻ります。ここ実は本当は極めるなら壺を吹っ飛ばして、まあ、吹っ飛ぶのが早いんですけど、なかなか壺で吹っ飛ぶのが方向が定まらなくて難しいっていうね。なのでまあさっきのフライングマシンやった後でさらにリスク取るのは嫌なので安全策で普通にワープします。はい、ここでね、ゴロンの英傑の話を聞きます。ゴロンの英傑をね、ゴロンの英傑を、あ、ちょっと息する息する、ちょっと細部上着かなかった。ここ練習しました。はい、ということで次、まあ、ここもムービースキップして、次、普通ならルーダニアに向かうところだと思うんですけど、あ、ちょっと待って、ここルート変更だ。こっち登りまして、ちょっと山登ります。本当はここをイーバルトルネード使いたいところなんですけど、ここで使っちゃうとダンジョンまでに、ま、回復が間に合わないんですね。これがなかなかいやらしいところで。はい、トロッコを使います。もう皆さんお分かりでしょう、トロッコを使います。こんなところにトロッコが、あ、こんなところにもう一つトロッコが、まあ、ちなみにこのトロッコなんですけど、まあ、そんなにないんですよね。フライングマシーンもっと使いたいんですけど、このゴロンシティの周りとハイラル城のあの2つしかありません。まあ、なのでうまいことバランス意外と取れてるのかなって感じですけど、というわけで、これでそこの祠だけチェックします。で、ここうまく駐車できるかどうか駐車できるかどうか、よっ、いいんじゃない、うまく崩れずに保ってくれればありがたいんだけど滑っていく。どうしようってやって、で、祠だけチェックしたらそのまま次ゾーラ行きます。危ないよ、危ないよ。よし、というわけでしばらくゾーラの里まで飛びます。
なんでこれゾーラの里まで、そのままゴロン攻略しないかっていうと、まあ単純に、ここでルーダニア行ってしまうと、またフライングマシーン調達してこないといけないので、これで祠田でチェックしてそのままゾーラに行くっていう方が効率がいいってやつですね。しばらく景色でも楽しんでください。ちなみにこのフライングマシン使わないルートをやろうとするとどうしても馬を取ってこなきゃいけないのと、あと燃えず薬を用意しておかないと、まあゴロンシティたどり着くまで燃え尽きてしまうんで、この今さっき見えたじゃ遅いんですけど、今さっき下に見えた馬宿か馬宿か読み方知らないんだけど、馬宿で燃えず薬を買わない限り、まあ、ゴロンシティには行けないっていう話ですね。だからどうしても馬で行こうとすると大回りすることになってしまって、なので時間がかかってしまうんですね。やっぱりソーラの外ここはすごいロード待ちになります。あ、宿なのマジで読み方知らない。で、ここ話しかけてきたい。よし、来た来た。ロードを応援するゲームです。長いな。シド王子が出てこない。出てこい。あ、出てきた。一瞬映りましたけど、だいたいシドが最後にロードされます。ぴょこって出てくるのはちょっと面白いんですけど。ちなみに、今キングゾーラに、本来はここムービー入るんですけど、ムービー始まる前にキングゾーラと話しかけるとムービースキップできます。まあ、スキップできるっつっても、もともとスキップできるムービーをスキップするんで、だいたい1秒2秒程度なんですけど。あ、そうだ、ここめっちゃ会話長いです。ここ、大体4分ぐらい会話あります。なので、まあトイレ我慢してる人は行ってきても大丈夫です。あ、ちなみにこのシド王子のムービー、普通は入り口から入ってきたときに流れるはずなんですけど、実はちゃんと裏から来たとき用の別のムービーが用意されてるらしいですね。別のムービーなのか分かんないけど、まあ、別のシーンが用意されてるらしいです。で、ここカメラ外れてます。というのもさっきムービー始まる前からキングゾーラ話しかけたので、カメラがずれてるというよりシドの立ち位置が普段よりずれていてカメラに映りません。でゾーラの服すぐ装備します。で、ここで一旦会話終わりますけど、また会話始まります。なので4分ですね。なんか話すことあるかな。ここほんと長いね。なんか特にないな。
クソださ、クソ、クソださファッション。そこで噛むなよ。え、ちなみに、さっき、ゴロンシティでズボンを買った理由、実はズボンの方がシャクルピー高いんですけど、ズボン買うと、てか、服を買っちゃうと、ゾーラの服と切り替えることになるので、ちょっとタイムロスします。うん、ただ、まあ、余分に100ルピー取らなきゃいけないので、まあ、ルピーが余ってる時だけなんですけど、このルートでは、まあ、ルピーの数毎回一緒なんで、こっち側に、ズボンを買うように、ルピー合わせてあります。新人は今2体攻略しましたね。あと、ルッタとルーダニアだけです。こうやって長い会話終わりました。上に向かうんですけど、下行った方が早いって。この奇抜な滝登りですけど、ちょっと最初見たときは、ちょっと笑っちゃう滝登りですけど。ゾーラの服、ちょっとマジでマジでここはい、赤い月来ました。あー、ここっすか知らんわ、それは。それは知らん。これ30秒ぐらいロスになります。赤い月なんですけど、普通は、ゲーム内で1週間経過しない限り来ないはずなんですけど、来たね。まあなんか、メモリが、詰まってくると、なんかリセットするために起きたりするらしいですね。そもそも今 AM ですからね。AM10 時に起きる。赤い月ということで。で、この木を利用して、こんなちょうどいいところにある木を利用して、飛んでいきまーす。そのための木ですね。あー、それは知らんわ。この RT 始める前にちょっと練習ずっとしてたんで、それのせいかもしれませんね。とかこれは初めてですね。今まで赤い月 RT 中に入れたのは2回あるんですけど、2回だけなんですよ。2回あるんですけど、2回ともハイラル城のガノン戦ラスボス手前に入れたんですけど、ここで入れたのは初めてだな。というわけでイベント戦です。電気の矢を赤いスイッチ4つに当てるんですけど、まず開幕氷一発1つだけ落としておきます。これがやってるかな。取りました。あの氷を壊すんだ。で、これですけど、弓の間にパラセール混ぜることで一度に2発起動できます。で、ちょっと待って、氷を至近距離から3つ壊します。ちょっと待つことで鼻、なんだ、至近距離から当てられるので楽しみになります。すぐにシドに乗っちゃうと離れちゃうんでね、ちょっと待った方が早いって。で、実はこれ 4つのスイッチ全部一発で起動とかできるんですけど、まあくっそむずいですね。本当に落ちながら当てないといけないので、全然、まあ先行すれば10秒ぐらい短縮、12秒かな、短縮になるはずなんですけど、一応スタミナを回復する料理を持ってきてっていう方法もあるんですけど、どう考えても用意するのに12秒以上かかっちゃうので、で、これ重要なんですけど、ここでゲームパッドの充電ケーブル抜いておきます。これ重要です。これめっちゃ重要です。ここで充電ケーブル抜き忘れると、ケーブルがマウスに引っかかってマウス吹っ飛びます。2回ぐらいやりました、経験済み。
というのも今からゲームパッドを振り回すことになるんで一箇所これがパソコンの前でゲームパッド振り回すなんか旗から見たらすごい変人ですけどというわけで、ルッターですけど、これ、実は一番短い神獣ですね。メドよりも早いはずです。ちょっとですけど。メドをマップスキップするくせにね、こっちの方が早いっていう。それぐらい、このルッターあっさり、まあ前もあっさりだったけど、ここは特に、あっさり終わります。で、ここですね、このゲームパッド振り回します。よいしょ、よいしょ。いいですね。これうまくやるのが実は難しくて、多分初見プレイやった人なら、このゲームプレイした人ならわかると思うんですけど、これなかなかうまく動かすのが難しいやつです。というわけで、まあ、ここもマップが必要なんですけど、ここは鼻が動いて、まあ、それで水車を動かすって感じなんですけど、水車の周期があるので、ちょっとミスると大変なことになるんですけど、多分大丈夫でしょう。で、ここで3連続でリーバルトレーナーを使います。全部リーバルのせいですね。これ使っとこうかな。これで一気に一番上まで行っちゃいます。であとは降りながら攻略してるって感じですね。残りのせい、この切り替えるタイミングが意外と重要で、この切り替えるタイミングが違うとちょっと水車の位置が変わっちゃうので、毎回同じ位置で変えるようにしておけば大丈夫ですね。で、まあここ天井を開けて火を消さないといけないってやつですね。残りの成功。で、ここで一発動かせばちょうどいいタイミングになってるはずです。いいですね。ここの仕掛けビタロックで解いた人も多いと思うんですけど、実は半時計回りにすれば普通に入れちゃうってやつですね。残りのせい。で、あと残り1つで、まあここで周期待つことになるんで、これに間に合いさえすれば OK ですね。逆にこれ逃すと20秒ぐらいロスしますというわけで終わりですだいたい3分かからないぐらいですね、最初動き始めてから。で、これ飛び出して届かない頑張って登ろう登ろう、よいしょ。はい、というわけでボス戦です。雑魚ですねボスじゃないですね、多分これ。はい、というわけでこいつはぶっちゃけ弓打っとけば勝てますヘッドショット2回でひるむんですけど、まあ今使ってるのが3連弓なんで一発でひるみます。で、ありがたいことに水があるのでアイスメーカーで高さを稼いで、あとは空中射撃ができるという。逆に水がなかった方が大変ですね。水のカースガノンの敗因は水ですこれも全部リーバルのせいなんでリーバルがあんな指残したのが悪いって感じですね。はい、
これ心中クリアした後のロードがすごく長いっていうね。30秒くらい？あとは、ルーダニアですけど、あ、ちなみに、英傑、あ、そうだ。そもそも、ウルボザの怒りの説明もしなかったですけど、ウルボザの怒りだっけあれ。ウルボザの怒りは、まあ、溜め攻撃で、雷が落とせるってやつで。あれ、何ダメージなんかな？確認しとくの忘れてた。あ、今からウルボザの怒り、通称オーバーサンダー、3連続で使いますけど、で、このミファーの祈りですけど、これは死んだ時に自動で復活してくれるってやつなんですけど、まあ、RTA で使えなさそうですけど、ちゃんと出番あります、これ。短縮になります。あー、違うの。こういう細かい操作が一番難しいところですよね。はい、というわけでこいつらめんどくさいんで折れたおばさんだ3連続で。あ、違う。まあ、ここでおばさんだ使い切っとけばだいたいギリギリガノンの使いたいときギリギリに復活してくれるはずです。ちょっとうまくいきすぎると逆に怖いっていうのはあるんですけど、この弓は燃えていいはずです。はい、というわけで4棒の護衛ですけど、まあ、大体 RTA で護衛イベントってことで大体わかると思うんですけど、なかなかだるいところですね。はい、というわけで、ユンボーの護衛です。これ、ユンボーを。まあ、護衛するというか、連れていくという感じですね。あ、この RTA の問題児ですね。まあ、普通についてきてくれるんですけど、たまに変な動きして、ガチから落ちたり、どっか引っかかったり、やらしい動きするんで。ちなみにユンボー崖から落ちた場合はテレポートして戻ってきます。それ使えよって。最初からそれ使えよって。で、このユンボー護衛が嫌なところのもう一つが、これ口笛封印されます。口笛で止めるので、口笛ダッシュするとダメなんですね。まさに RTA 流すですね。まあ急いでもしゃあないんで普通に歩いてきます。でちょっと小技があるんでうまく決めたいところですけど、ここはちょっと手前で止めといてちょっと先行きたいんですけど、ただ先行きすぎると見失っちゃうん でここですね。ここのガーディアン倒さないといけないんですけど、これをうまく倒したい。角度は立ち位置合わせて飛ばせば OK。 これ決まると10秒ぐらいの短縮になります。失敗した場合は上登って爆弾当てることになるんですけど、上登るとユンボー止まっちゃうんで、まあ、どうしてもタイムロスになっちゃうってことですね。あれ殴って
ちなみに、ここビタロックでガーディアン止めていったって人も多いと思うんですけど、敵にビタロック使えるのはビタロックプラスに強化してからなんで、まあこの RT では使えません。さて、ここの次の周期がややこしいんですけど、これなら間に合うかな。ここどのみちユンボ止まるんで、ここは口笛出し使います。ピピピピピって面白い音がするんですけど、でよいしょ、ここは普通に倒した方が早いです。一応ここ倒さずに抜ける方法もあるんですけど、手間かかりすぎるから普通に倒した方が早いですね。でこの箱を上に持ってきます。ちょっと便利なんで、箱は武器ですね。あ、トカゲが犠牲になった。よいしょ、よいしょ、まあ、箱勢いよく当てればモリブに一撃で倒せます。ここでゲームパートに変えようかな。よいしょ、一応 鉄の箱で倒すのは正攻法だと思います。まあ、一応他にもいろいろやり方はあるっちゃあるけどね。これ運んできます。で、まあ、どうせユンボを待つことになるんで、これで運びながらでもタイムロスせず安全に敵倒していけるって感じですね。ここのガーディアンも倒さなくてもいけるんですけど、まあ倒した方が安全ということで。で、ここよくユンボーが変な動きして引っかかるところなんですけど、この箱を倒すことでその危険もなしと。よいしょ、この発光を下にちょっと置いときたいんですけど、これよく転がってくるんですよね。いいかな、で、このモリブリンもよいしょ、よいしょ、いいですね。じゃあ上から叩く場合はジャイロ使わないと勢い足りません。ジャイロ限定ですね。まあ横からだったらジャイロなしでもいいんですけど、なかなかいい感じだったと思います。よいしょ、は、箱を倒すって言った。箱でだな、日本語難しいな。世界あるな。今マイナス13ですね。普通にミスる可能性も高い気は。あの爆弾のほこらで1分遊んでたんだけどな。それで世界記録ってどうなんですかね。おお、おめえはクカノンに。あ、本当あのミスねえよ。ねえよ。あれが。おっと、爆弾やしないよ。で、ここ暗闇になるんですけど。
暗闇の中、エイムを要求されるのは結構難しいですね。残りの制御、まあ、うまいこと目印つけて青い炎を、まあ、普通は多分松明使うんですけど、いいですね。走者ですけど、まあ、最近オールダンジョン走ってる人あんまりいないんですけど、一応ブレスオブザワイルドの中では一番走者が多いはずですね。60人ぐらい登録してたはず。 2% にも意外と多いんですね。ここでそう、ルーダニアは結構面白い技がありまして、ここが一つ目。普通は上まで青い炎運ばなきゃいけないんですけど、うまくやると、ここをうまくやるといいかな、 OK、 うまくやるとこんな感じで上まで登らなくても下からつけられます。まあ実はすごく難しそうですけど、見た目よりもすごく簡単なんですけど、最初の食材の方が苦手ですね。ここも面白い技があって、ちょっと半ネタ技なんですね、これ。あ、これちっちゃめだな。ここを通れます。通れます。この神獣は90度反転ですね。90度反転させた状態だと、あの隙間しゃがむことで通れます。まあ、半ネタ技なんですよね。大体食材に火つける普通の方法と同じ、むしろこっちの方がタイムロスする可能性高いんですけど、まあ面白いからよしということで。残りの制御、最後トルネードで上も登って、これで終わりですね。でトルネードあと2つ残ってますけど、この2つをハイラル城で使うっていう感じですね。ここはあんまりトルネード使う場所がないので1つで OK ってことですね。で、炎のガースガンの、あーっとっとっと、ちょっと厄介なボスなんですが、これ攻撃力アップの料理を使うと炎のダメージ始まります。ですが、まあ、一旦目は弓矢連発で終わるんですけど、これで、炎ガードの効果が切れたので、ここから炎のダメージ食らいます。で、そのままだと死んじゃうんですけど、大丈夫です。ミファーがいます。まあ、なので、効率が料理を使いながら、こいつをと戦うことができるっていう意味で、ミファーの祈りが役に立つ。で終わりです。まあ、ちょっと ちっちゃい段差を使って、うまいこと空中射撃を使います。あ、なのでミファーの祈りが意外と役に立つってところが面白いところですね。なかなかいいペースなのかな。一応、400ずつ HP 上がっていくので、今のが2000あるはずなんですけど、なんか知らんけど、炎のカースガノンは、他のカースガノンはヘッドショット 1.5 倍だったりするんですけど、あいつ2倍っぽくて、HP 2000でもあんまり変わらず倒せるって感じですね。ちょっときつくなってきたぞ。今、マイナス8秒。ちょっと厳しいんじゃないか、これ。ありがとう。あなたのおかげで
すべての神獣と英傑たちの魂が解放されました。彼らは待っているでしょう。あなたがハイラル城でガノンと戦う時を。これも日本語なんで結構遅いです。私は。早喋れって。待っています。ということで、あとはハイラル城をワープしてラスボス倒すだけです。そうですね、ゼルダシリーズ意外案外倍率がよくわかんないのが、もう一回赤い月ねえと思うけど、頼むぞ。さすがに一回メモリリセットしてもう一回とかやめてくれよ。まあさっきと同じようにハイラル城行きます。でまあボス部屋というかラスボスのところまで行くのは、まあ、ゾーラの服があるんで、滝登りで簡単に行きます。ここたまにガーディアン来るんだけど。フラグだったこれはダメなんじゃないかこれはダメなんじゃないか、マイナス8秒飛んだんじゃないか今まで。正直この滝登りできるんならもうちょっと早く泳いでくれよって感じはちょっとしますよね。ここでトルネード2回ですね。あとはラスボスだけでーす。これちょっと待って、おばさん帰ってくる？おばさん帰ってきて早く。ちょっとどうだろうな、今回そこそこルーダニア良かったのでおばさんが帰ってこない可能性が、これがなかなか難しいところですね。うまくいったのが逆にあだになるという可能性が。でガノンですけど、まあやること同じです。撃ちます、撃つだけです。これは炎巻かれたくないんでわざと弾きます。そうダルケン守りですけど、ロックオン中にバリアが発生して、なんであいつあんなとこ行っとくってのは遠すぎじゃない、君遠すぎじゃない、どこ剣どこ、よいしょ、入ってきた。OK、 2段階バリア張られますが、ここはダルケルの守りで弾きながら、おばさんだのおじさんおばさんコンビおじさんおばさんコンビで切りますます。でここ 2% でも使いましたけど、ハメ技を使いつつおばさんだ当てます。よいしょ、どこ行った。ちょっと待って、これ今世界記録プラス 0.3 秒です。なんだこれ。なんだこれ。やめてくれよ。
応配信だとちょっとずれてんのかな、タイマーが。一応自分でタイマー起動してたんですけど正直世界記録もね、2分遊んでるんで大したことないですな。ちなみに自分一回自己ベストプラス 0.0 秒出したことありましてあれまさかまたやる気か。でまあこれ動けるムービーみたいなもんなんで弱点が出てくるので光の矢で撃つだけですね。まあ位置は固定なんでうまいこと先にチャージして準備しておけるといいんですけど今のミスでマジで 0.0 秒が来そうな気がするんだがダメにタイマー映しないんでね、見えないんですけど、というわけで運営さん、次の一発当てた瞬光の矢を当てた瞬間にタイマーストップです。ガノン戦に赤い月っていう話聞いたことあるんですか。一応世界記録マイナス 0.3 秒です。なんだこれ。なんだこれ、更新と言っていいのだろうか。はい。というわけで。あの一発ミスってなかったら1秒更新できたな。はい。というわけで、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、オールダンジョンいかがだったでしょうか。ちょっと、喋りが拙なくて申し訳なかったですけど。これ動画で見直したら実はプラスだったとかいう可能性もあるんで、まあタイとかいいかなあ、ちなみにこっちで測ったタイム2時間7分23秒でしたおかしいな、1分遊んでたんだけどな。はあ、腹いた。ちょっと最初喋り始めとかすごい気取ってましたね。過去配信で、Twitch の過去配信でも見れるだろうし、多分 YouTube の方にもアップロードされるはずです。というわけで、そうだ。次。一応、予定タイムマイナス8分だったんで、まあ、時間はあるんですけど、これは、特に、エンディング映そうにもな、映した方がいいのかな本当爆弾のところ、あれカットしといてほしいんですよね。ひで。見守ってきました。あなたの運命。話そうと思って結局話せなかったな。あと他のルールでオールメインクエストっていうのもありますね。オールメインチャレンジ全部やるっていう RTA で、
それが3時間40分とかかな。ガノンを打ち倒してくれると。ありがとうリンク、ハイラルの勇者。このゲーム本当にまあなかなかちょっと壇上が短いっていうのは残念なんですけど、なかなか面白い技がいっぱい見れたのではないでしょうか。本当にフライングマシーン自分お気に入りで、このフライングマシーンなかったら多分 RTA in Japan 出てなかったですね。誰だお前って。どうしよう、エンディング流そうかな、終わろうかな。一応流す。エンディング何分だこれ。5分とかかな。ただマイナス8分だと逆に迷惑かかりそうな感じもするんで、ね、エンディングだけ見て終わりましょうか。そうしようかな。1分前後頑張った移動方法がどんなのか見てみたいっす。見せられるかな。エンディング終わった後見せようか。100% はいつ走るんです？ないな。あ、ちなみに、まあ実はもうパッチで直されちゃったんですけど、ちょっと一つ前のバージョンで、まあ、DLC でコログを無限増殖できるバグとかありまして、それ使う 100% の RTA とか考えられてたんですけど、パッチで直っちゃったんだね。ちょっと難しいところですね。一応その無限増殖使って 100% RTA やった人いるんですけど、30時間だったかな。まあ難しいですね。ちなみにこのゲーム DLC がこの冬にもまた新しいの出るので、みんな買ってどうぞ。本当にこのゲームね、まあこのオールダンジョンですけど、実質このゲームの内容の 5% もないんじゃないかな。本当に本当にいろいろあるので、ぜひ自分でプレイしてみたいところですね。してもらいたいところですね。普段は Twitch の方で配信してます。まあ英語で、はい、英語喋ってるんですけど頑張って。まあ一応今回英傑全員助けたんですけど、ムービースキップしたんで結局全員出てきてないっていうね。声だけ。一応これゴロンの演説ダルケルです。これ、ね、フライングマシーンは、ま、実際やろうとすると最初はめっちゃ操作難しいんですけど、慣れると爽快ですね。ちなみにフライングマシーンがどれほど強力かというと、オールタワーズっていうルールがあるんですけど、まあ、そんな流行ってるもんでも、まあ、マイナーカテゴリーと言いましょうか。シーカータワーを全部起動するっていう RTA あるんですけど、最初誰かが普通に走った時2時間半とかだった、確か2時間半だったかな、だったんですけど、これフライングマシーン使ったらめっちゃ速いんじゃねって試したら、一気に1時間短縮されましたね。で、結局、それから誰も走ってないっていうね。フライングマシンでぶち壊された RTA ですね。まあ、それほど強力な可能性を秘めたフライングマシンですけど、ただ、やっぱり、ハイラル城でフライングマシン調達しようとすると、あれだけ時間がかかるので、なかなか意外と使いどころ難しいんですよね。例えば、オールメインクエストだと、他にも祠がいっぱいあるので、って感じですね。ここらも一緒にフライングマシンでやろうとするとなかなかあまり短縮できないのかなって感じで、まあ、オールメインクエストでもフライングマシン使った方が早いんじゃないかっていう話もあったんですけど、
まあ、このゲームはまだまだこれからかもしれませんね。あとなんか喋ることあるかな。いろいろ考えてたはずなんだけどな。本当に難しいですね、喋りながら。最初台本用意しようと思ったんだけど、結局台本最初の 10% ぐらい力尽きたって。記録はスピードラン .com の方で見れますね。本当にこのゲーム、まあ最初にも説明しましたけど、Wii U、Switch に、アミーボ、ノーアミーボ、言語に、DLC、あ、そうだ。あと、ノーマルモード、マスターモードがありますね。マスターモード、DLC で追加されたハードモードなんですけど、まあ残念ながら、このオールダンジョンでは、マスターモード使ってもほとんど変わりません。アミーボありだとどれくらいタイムが違う？だいたい3分だと予想してるんですけど、正直、最近ルートがいろいろ変わったので、このノアミーボルートが、ね、短縮されてきたので、実際どれくらい差があるのかっていうのはわかんないですね。多分3分くらいだと思います。操作はみんな Wii U で走ってるんですかね。まあ、まあ、日本語遅いので、海外の人は Wii U で走ってる人が多いかな。でも、やっぱりスイッチ買ったって人が多くて、スイッチで走ってる人いますね、結構。実際、このオールダンジョンではスイッチと Wii U の差あんまないって話があって。別に、RTA、スイッチでやりたいって人は別に全然大丈夫です。スイッチはスイッチでドイツ語使えるんでね。こっちはそっちで。あとスイッチだとジョイコンがあるので、口笛ダッシュしやすそうですね。それもなかなか。あと、ま、今回、コントローラーとゲームパッド使い分けてましたけど、Wii U ではプロコンがジャイロがないので、スイッチはあるんですけど、だからちょっとそこら辺がやりづらいかなと。赤いつき出るとスイッチの方が早いのでは、まあ、そうなんだけど出ないこともあるからね。正直赤いつきどうすりゃいいのあれ。そう、スイッチならジャイロとプロコン同時に。Wii U の方が一応早いです。一応起動は圧倒的にスイッチの方が早いんですけど、Wii U はほこらの移動とかワープがちょっと早いのかな。あとなんかあるかな。でも結構エンディングないですね。何分ぐらい経ったんだろう。ちょっと予定時間オーバーしたらすいません。かからないと思ったけど意外とかかる？もしかして。まあもうそろそろ終わりなんで。悟る岩田って。ありがとう、岩地。ちなみに、まだオールダンジョン走ります、自分。ちょっと、爆弾でぴょんぴょんしてんのは、ちょっと動画化しにくいっすね。さすがに、あれ動画にしたら、ないっすね。まあ、2時間6、5ぐらいは狙えると思うんで。ここで初めて A 鉄登場ですね。ムービースキップしたんで。まあ、一応助けました、今回。まあ、80% でもこれ、同じムービー出るんですよね。ちなみに、メインチャレンジ全部やると、この後に追加でムービーが。
あったりするんで、まあぜひ君の目で見てくれって君の目で確かめてみてくれ。みんな買ってねこのゲーム神ゲーだぜ。はい、というわけで、はい、お疲れ様でした。というわけで終わります。次はバイオハザードだったかな。というわけで、まだまだ RTA in Japan 続くんで、お疲れ様でした。コントローラーとの通信が切断されました。はい、それではさようなら。